皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は色と学習効果というタイトルでお話しします。虹が7色だと言ったのはニュートンですよね。でもニュートンはね、これとは別に光に色はない、こんなことも言ってるんです。光に色がないってちょっとね、どういうことって考えちゃいます。私たち物は見えていますよね。見えているってことは目に光が入ってそれで物が見えてるんです。全て見えているものに色がついているのに、じゃあ色ってどこで作られるのっていう話になっちゃいますよね。じゃあ目に入ってきた光、網膜で捉えますよね。実は網膜には眼帯という細胞と錐体という細胞があるんです。眼帯という細胞は光の明るさ、これを捉える細胞で、錐体という細胞は光の波長、これを捉えて信号に変える。でそれが脳に送られるわけですよね。で脳はその受け取った信号、これを色に変えてるんです。ですから色って脳で作られてるんですね。脳が作っているのが色と、光には色がないと、こういうことなんでしょうね。じゃあ色の持つイメージと勉強についてです。色って共通のイメージ、ね、多くの人が共通に持っているイメージと個人の経験とか記憶、これが結びついているイメージ、この2つのイメージがあります。例えば共通のイメージだったら、白は清潔さと、赤は情熱、緑は安心感、青は冷静さって、こんなものですけれど、じゃあこの中で勉強に効果がある色はと言われたら、実は青なんですね。英語だったらブルーね、この青が勉強に効果があるんですよ。この青い色には集中力を持続させるって、こういう効果があるので勉強に向いているんですね。だから勉強するとき、ボールペンだったら黒いインクより青いインクを使う方がいいかもしれませんし、勉強するときちょっと青いものを近くに置くと集中できて勉強が進むと、こうなるわけですけど、じゃあ青が一番勉強に効果があるのかっていうと、実はね、青よりもっと効果のあるものが、効果のある色があるんですね。何かっていうと、実は何色っていうことじゃないんです。個人によって違います。学校だったら黒板とかホワイトボードに大切な部分は赤で書いてあったりね、または参考書も大切な部分赤で書いてあるから、あ、赤は記憶に残りやすいのかな、覚えやすいのかなと感じる人いるかもしれないんですけど、実は違います。そうじゃないんです。実はね、心理学で自分の好きな色で描いたもの、これが一番記憶に残る、こういうことが分かっているんですね。だから勉強で大切な部分、覚えなくちゃいけない部分というのは自分の好きな色で描く、こういうことで暗記力、これを上げる効果が出てくるわけです。ですから大切な部分は自分の一番好きな色で描いてみてください。今回は色と学習効果というお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。